アンネン・ポルカ作品117は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカ。シュトラウス2世の母、アンナの肖像が1852年の聖アンナ祭の前夜祭りに、ウィーン・2区のプラーター遊園地内の4番地に当時、存在していた、娯楽施設、レストラン、ツム・ビルデンマンの中庭で開催された森の音楽祭で初演され、人気を博した。 聖アンナ祭のために作曲されたことは疑いないが、ヨハン・シュトラウス2世にはややマザー・コンプレックスの気があったとされるため、同時に愛する母アンナに密かに捧げたものとも言われる。同年にプロイセン王国へ演奏旅行に出かけた際、ヨハン2世はアンネン・ポルカの作曲家として紹介された。ヨハン2世は1856年にロシアの鉄道会社と契約を結び、 夏のシーズンには、パブロフスクの駅舎で演奏会を指揮するようになった。この初めてのロシア公演の際にも、同様に、ヨハン2世は、アンネンポルカの作曲家として紹介されている。なお、父のヨハンシュトラウス1世も、同米のアンネンポルカを1842年に作曲しており、こちらも有名な作品である。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴。 ありがとうございます。